おはようございます、吉谷さん究極の質問ですか、まあ、愛情は目いっぱいかけるんだけどもお金が全然ない愛情はかけないんだけどもお金はもうたくさんあるということですよねこれはだから受け取る人が受け取る子供がねどういう価値基準を育んできたかになるんじゃないですかねやっぱり子供が遠足に行きたいとかね新しいシューズが欲しいって言ってもお金がないお金がないって言って何もしてくれなかったらそれは 自分は愛されてるのかなに1000円2000円ですらかけてくれない外食で焼きそばやたこ焼きの一つも買ってくれない愛情薄いなーって感じちゃうのもしょうがないと思うんですよ何にもねお金がかかることはしてくれないでもその代わりにお金以外のことをたくさんしてくれる何なんだろうなーというところがありますよねまあでもお金がかかんなくても愛情表現をすることってできると思うんですよただお金を使うよりむちゃくちゃ難しいと思うんですからですんでお金を使わずに 愛情豊かに子供を育ててられるっていうのはある意味ねお金が稼ぎるじゃないじゃないいの特質かなと思うんですよねまあそれでねえー、やっぱり私がね後半で吉永さんが言ったら思うのはお金のことを言うと汚いとか意地汚いみたいなそんなね風潮があるのは確かなんですよ。でもそれは月間で1000万2000万稼ぎたいみたいな形でギラギラとしてるところなんじゃないかなと思うんですよ。少なくとも毎月 20万30万とかね50万100万程度でお金に汚いとかお金のことばっかり考えてるって言われる筋合いはないのかなと思うんですよそのぐらいはやっぱりね今の時代努力でできると思いますんで、まあ、月に20万30万だったら本当にね努力でできると思うしテクノロジー使ったら100万円ぐらいは突破できると思うんですよね私はそういうふうに思うんですがなかなか厳しい現実として人には受け取りがたいものになるのかもしれませんねじゃあ本日は以上です